およそ1000年の歴史を持つといわれる備前焼。その窯元にも春の足音が聞こえ始めています。備前焼ギャラリー三六窯ではおよそ1000本の梅が植えられています。凛とした梅の姿、美しいですね。ちょうど雨上がりでみずみずしい甘い香りで満ち溢れています。この備前焼のフクロウちゃんももしかして梅を見て癒されているのかな。色とりどりの11種類の梅、紅梅や白梅、しだれ梅などが次々と花を咲かせていて、来月9日からは梅祭りが行われます。梅と一緒に、また桜と一緒にお着物で写真を撮っていただきたいなってちょっと思ってるんですよ。本当に日本人らしい楽しみ方をしていただきたいと思ってます。梅の後は山々に桜が咲き誇ります。伝統の春を感じに行きませんか？